平野翔インスタである人物に匂わせハートを送り話題に。それは昔確執も噂された人物で、現在は関係良好か。こんにちは、スコープ芸能です。ナンバーガイの平野翔さんが自身の SNS を更新し、27歳の誕生日を報告し話題となっています。29日に27歳の誕生日を迎えた平野さんはインスタグラムで、27歳、たくさんのお祝いの言葉とか届いてるよ、心から本当にありがとうと綴り、メンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんを交えたスリーショットや自撮りをアップ。みんなのおかげで素敵な一年になりそうです。これからも平野翔をナンバー愛をよろしくねとファンに向けて綴っていました。この投稿にフォロワーからは、翔くんお誕生日おめでとう、27歳が実りの多い一年でありますように、これからの活動も楽しみにしております、いつもありがとう大好きなどの声が寄せられています。また1月29日の夜にはインスタグラムのストーリー機能を更新。一見するとファンへの感謝の言葉ですが、キング&プリンス時代の戦友である永瀬廉さんに対するお礼とも受け取れる内容が大注目を集めているようです。29日は平野さんの誕生日で、大勢のファンやナンバーガイのメンバーである神宮寺さん、岸さんが SNS で祝福していました。それを受けて平野さんは同日夜に、みんなお祝いありがとう、黒ハート、みんながアイデアを出し合って祝ってくれたこと全部チェックしてるよ、日本も海外もとストーリーに綴ったのですが、注目すべきは文中に出てきたハートマークの色です。平野さんはハートの絵文字を使う際は基本的に赤色を使っています。これは平野さんのキンプリ時代のメンバーカラーがシンクだったからですよね。しかし今回に限っては黒いハートマークを使っていました。その理由は永瀬さんへ向けたお返しではないかと話題になっているのです。メンバーカラーが漆黒の永瀬さんは1月29日にインスタのストーリーズを更新。みんなおはゆと綴り、歯ブラシとともに真っ赤な三角コーンの画像をアップ。さらに黒字の背景に白文字でよっと投稿していました。真っ赤な三角コーンは平野さんのメンバーカラーを示唆しているのかもと注目を集めていたのでした。永瀬さんの赤い投稿に平野さんがお返し黒ハートで感謝を伝えました。インスタで見せた少年のリレーのような出来事にファンからは、この黒のハートって彼へのお礼だったりする、翔くんからのお返事だったりとかする、いつもは赤ハートなのに今日は黒ハートだなって思ったよね、レン君のストーリー赤から黒とか特大ショウレン案件でなく黒ハート絶対レンありがとうでしょショウレンフォーエバーといった感動感涙の声が SNS に続々と寄せられています。永瀬さんの投稿を受けて平野さんがこうするような匂わせを入れたのではないかとファンは大喜びで、ショウレンが X でトレンド入りしました。ジュニア時代はメンバーのインタビューにより2人は口を聞かなくなるほど不仲だったと明かされたことがありました。また平野さんが脱落後、同じく元キンプリの神宮寺勇太さんと共に 2B 入りしたことは永瀬さんにとって寝耳に水だったようで、話が違うと困惑していたことが2023年7月の女性自身に掲載されています。いずれの不仲騒動も時間の経過や話し合いによって解決したようですが、今はキング&プリンスとナンバーガイ一緒にいる姿を見ることができていないので、ファンを心配させないようにしているのではとも言われているようです。平野さんはキンプリを23年に脱退し、旧ジャニーズ事務所現スマイルアップを退所。同じ経緯をたどった神宮寺さんと岸さんと共に滝沢秀明氏創立の 2B へ合流し、ナンバーガイとして今年元旦にファーストデジタルシングル「ゴート」をリリースし、3月には同曲の CD リリースも決定しています。一方永瀬さんもキンプリとしての活動と並行して俳優業にも力を入れていますが、平野さんの脱退以降公に翔蓮を見る機会はこれまでのところありません。そんな2人だけにささやかに見える匂わせもファンにはたまらなかったようで、
少年ポストが流れてくるたびにすごく恋しくなるし、やっぱりもう見れないのかと思うとしんどい。ああ少年好きだ。やっぱ少年以上に好きな人なんていないよ。めちゃくちゃ大好きだから、めちゃくちゃ嬉しいのにめちゃくちゃ寂しいと、少年を恋しく思う投稿が多く見られました。永瀬さんは2歳上の平野さんをジュニア時代に兄貴分として慕っていたといいます。2人のロケが楽しかったと雑誌の対談インタビューで話したり、用意した誕生日プレゼントが丸かぶりしてしまったり、兄弟のような仲良しコンビ少年としてファンからも愛されていましたが、ここに至るまでには愛憎の11年間があったようです。名古屋市出身の平野さんは12年2月から関西ジャニーズジュニアとして活動を開始、そこで出会ったのが10ヶ月ほど早く入所していた永瀬さんでした。2歳年の離れた平野さんと永瀬さんはまるで兄弟のようだったといいます。インタビュー中の平野さんの膝に永瀬さんが乗ってくるということもあったそうです。右利きの平野さんと左利きの永瀬さんが隣り合うと距離が近すぎて手がぶつかり、じゃれ合う姿をよく見ましたと話すのは芸能関係者。15年頃平野さんと永瀬さんは東京に進出、順風満帆にキャリアを築いているかのように見えましたが、2人の関係にはほころびが生じていたようです。2人は少年コンビとしてジュニアの中でもトップクラスの人気を誇り、東京での仕事も次々に舞い込みました。しかしコンビとして扱われるうちに、永瀬さんはダンスも演技も器用にこなす平野さんに強いライバル意識を持つようになったそうです。当時のことを永瀬さんはこう振り返っています。俺はショウみたいに器用やないから、正直羨ましかったし悔しかった。勝手に悩んでショウとうまく話せなくなった時期もあった。多分ショウに嫉妬してたんやと思う。一方の平野さんも対抗心を刺激されていて、永瀬さんを意識するあまり平野さんは仕事以外で話しかけることはなくなっていました。気まずそうな雰囲気は周囲にも伝わってくるほど、雑誌の撮影で手をつないでとポーズの指示を受けても、平野さんと永瀬さんはそれを躊躇することもあったようです。当時から一緒に活動していた高橋海人さんは2人から別々に相談を受け、間を取り持つこともあったとか。ようやく雪解けを迎えたのは17年頃でした。あえて距離を置いたことで素直にお互いを認められるようになったそうです。平野さんは永瀬さんからご飯に行こうと誘われ、嬉しそうにしていたことを関係者は語っています。その後事務所を脱退した平野さんですが、過去にインスタグラムで生配信を行った時にはグループの変わらぬ絆の強さが改めて感じられる場面がありました。コメントを読み上げてファンと交流する中、平野さんはシラフで回答を置いて帰ったという気になるコメントを発見しました。これは永瀬さんがパーソナリティを務めるラジオ番組キング&プリンス永瀬廉のラジオガーデンで披露されたエピソードに関するもので、この高橋海人置き去り騒動について聞かれた平野さんは多分置いて帰ったと笑いながら認めつつ、でも俺超優しいよと主張。海人と共通の知り合いがいるんだけど、その人の誕生日の時、海人がその人の家で酔いつぶれて、夜中だよ、俺も次の日仕事があったんだけど、海人が潰れたから迎えに来てくれないって言われて、車でその人の家に行って、ベロベロでドロドロの海人を車に乗せて、あいつを担いで家まで送ってあげたんだよ。めちゃめちゃ優しいでしょ俺と泥酔した高橋さんのモノマネを交えながら、別の日に救っていたと訴えていました。間接的ながらまるでグループ在籍時のようなやり取りとなり、ファンからはメンバーのことを話してる時の翔くんすごく楽しそう、メンバーの名前が普通に出てきてやっぱり仲いいんだな、などと歓喜の声が湧き起こっていました。その後キンプリとナンバーガイのメンバーは一切共演していませんが、そんな中5人が全員集合とはなりませんが、再会を果たす可能性があるという噂が立っています。それは2024年2月に平野さんと永瀬さんが隣に並ぶ姿を見ることができるかもしれないということです。これは一体どういうことなのでしょうか。実は日本国内で上映された映画や放送されたドラマ、
それらに出演していた俳優が表彰されるエランドール賞の新人賞候補に2人の名前が挙がっているんです。該当の期間内に放送された作品の中から選ばれて、優れた俳優かつ将来が期待できる人に贈られる賞です。平野さんは主演を務めた TBS 系ドラマクロサギで、永瀬さんは TBS 系の日曜劇場ラストマン全盲の捜査官や主演映画法廷遊戯など複数の作品でノミネートされています。例年この授賞式は2月上旬に行われています。平野さんと永瀬さんがどちらも受賞することになれば、そこで顔を合わせることになるでしょう。2人とも俳優としての評価も高いですから、期待できるのではないでしょうか。これほどメンバーの絆が強いとなると、本当になぜグループが分裂することになってしまったのかと不思議な気持ちにすらなってきますが、いずれにしてもすでにメンバーたちはそれぞれの道を強い信念のもとで歩み始めており、それを温かく見守ることが一番の応援になりそうですね。今後の活躍に注目です。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。